はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。現在ですね、ピアノ屋 .com のグランドピアノの在庫をまとめてご紹介したいと思いますが、ちょっと倉庫が2つありまして、ここ A 倉庫っていうね、あのところ、まあ私たちが言ってる A 倉庫というところと、サロンっていうところにあと2台、ここに今4台と2台ありますので、そのピアノを、まあ、まとめてご紹介したいと思いますね。サロンのとこはちょっと歩いて100メートルかかるので、この4台、今ある4台を見ていただいて、比較してもらいたいと思います。全部ヤマハです。全部ヤマハですね、今あるのがね。で、間もなく河合の CA40M ですね、造形国丹のメモリアルっていうめちゃくちゃすごい、まあ、あの値打ちのあるピアノも入ってきます。それからあと 170H というディアパソンのモデル、それから210、これは BCDD かな、 E の前ですね、210型の大型のグランドもあります、入ってきます。それから あとまだもう1台ぐらい、何やったかな、何か入ってきます。15やったかな、まあ、それは入ってきて開きましたら取りますが、今開いている4台を先に見てもらいたいと思いますね。で、まずここにあるのが、ざっとちょっとこれ見教えしてみましたら、こうね、ここ今4台こういうふうにありますのでね、これ4台ね、まずここの G5 ですね、 G5 から音を聞いてもらいたいと思います。 G5 そんなにコンサートホールのピアノに近い音がします。じゃあ次ですね、ヤマハの G2 になりますね。 G ですね、 G シリーズの G2 です。こちらの方を今度聴いてもらいたいと思いますね。ちょっと手作り感満載の編集なしの動画ですが、G2 になりますね。これ製造番号が406075 と G2E になるのかな、になりますので、これの音も聴いてもらいたいと思います。また同じ間違いしてますね。ヤマハのキンキンキラキラの明るい響きとは違う、でも可愛いほどの感じでもないような、ちょうど中ぐらいの音の、まろやかさを持ったヤマハピアノになりますね。 G2 ですね、400万台のピアノになります。これ結構いいですね。さあ次です。次はですね C になります。 C シリーズ、ヤマハの C3 ですね。 C3 この、もうもうこれぞ C3 という感じの C シリーズという、これぞ C シリーズという感じの響きになってますね。聞いてください。you
やっぱり底抜けに明るい、音ですね。まあ、スタインウェイに近づけるようなこういうイメージがある、響きですので、こういうキラッとした音の好きな方は C さんですね。今3台ある中で一番キラキラ感があるのが C さん、その次に G5 です。そして、まろやか系のですね、でもこもってる感じじゃない、優しい響きのする、G2 というね、まあ、この3種類です。でこれちょっと番外編なんですが、これはですねミキ、ヤマハです。ヤマハの G2 クラスのものではあるんですが、ミキという大阪の心斎橋にあるミキ楽器さんの、OEM でね、ヤマハが製造した完全にヤマハピアノなんですが、G2 がありますので、これをこれぐらいですか、見てもらいたいと思いますね。これね、鍵盤がね相当これ傷んでますね。これは張り替える予定にしておりますので、これ多分アルコールかなんかが原因だと思いますね。はい、手を入れたらだいぶいいピアノではあるんですが、ちょっと鍵盤がちょっと状態が悪い。調律まだできてませんのでね。音はだいぶずれてますが、響板の鳴りとかいうのはめちゃくちゃいいですね。すごくいいです。で外装がだいぶね、ちょっといろいろ曇りが出たりしているので、まあ、この辺の外装を直さなくていい、その代わり安くしてちょうだいという方はだいぶ安くできると思いますので、それもご希望であればおっしゃってください。鍵盤をこれ張り替えますね。これね、ひびが入ってるんでね。ということで、このような状態になっておりますが、皆さんいかがでしたでしょうか。これ以外に別の倉庫にこれはもう最高級、もう茂川井を超えるじゃないかなと言われるぐらい、EX このフルコンサートピアノの元気工程の手作りと全く同じ工程で縮小した RX8 というサロンコンサートというのね、これがあります。これは超おすすめですね。もう別格ですねこれはね。あとディアパソンの D211BG という大型の、今もう、新品では手に入りませんね、中古でしかね。その中の 210E よりもちょっと後に作られているので新しいものがあります。これも超おすすめで、ぜひ弾きに来てください。で今2020年の12月に、クリスマスイブですね、12月24日に撮影しておりますが、年明けの お正月もですね、多分私いるので、ご連絡いただきました、会社にメールいただきました、私チェックするので、お正月にお店開けることもできます。なので、ちょっとコロナであれですがね、京都に来られることがありましたらお店開けますから、ご連絡いただけたらと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。長くなりましたが、この辺で終わります。それでは、さよなら。